現場監督というと、汚い、ホモというイメージがあるかと思います。しかしその実情はどうなのでしょうか。今回はそんな現場監督たちのスレを覗いていきましょう。まず最初にご紹介するスレは、2014年の7月に建てられました。工事現場監督だけど質問ある？ないかな？うるさいんだけど静かにしてくれる？ごめんな、俺も本当はやりたくないわ。俺もやで、何系？建築や。ゼネコン、年収すごくいい？大手じゃねえしカスだよ。マジで発給激務。裏で使えねえやつ呼ばわりされてるの気づけよ。表でも言われてるわ。みんないい人だけどね。残業すごそうなイメージがある。残業はすごいぞ。特にみんなが外から見て、おおもうちょっとかーって感じる時が一番ひどいぜ。建築士の資格は持ってるの？ないよ、それよりも大事なのは施工管理技師ってやつなんだな。建築士は設計。監督さんって、プライドはめっちゃ高いでしょ？現場で職人に舐められないようにしてるのがわかるんだけど。どうだろ、俺はプライド云々より職人に好かれた方が圧倒的に得だと思う。図面の読み方教えてください。俺もゼロからスタートだから全くわかんなかったよ。自分でけどいじり出すと少しずつわかってくるよ。図面通り背筋したらきっち合わないんだけど間違ってない？知らんけどなんとかしろや。って監督が多すぎるよな。問題が起きなければ見てるだけじゃないの。工程、書類、施工図 ETC。あの工事現場にあるプレハブ小屋で日々戦争してるんだよ。住宅？学校が多いかな。何でもやるよ。海以外。ドカタってドキュンみたいのも多いじゃん。よくああいうのを取りまとめられるよな。怖くないん？見た目は若いドキュンよりもおっさんの方がやべえよ。監督さんは逆に下請けに気を使うから大変でしょうに。上には施主設計、下には職人、中間ってのは何でも辛いな。不良品納めてすまんな。制作門のミスはマジで勘弁な。僕数でね、大勝利。俺は素直にすごいと思うよ。ただ職人の話を聞く限り俺には務まりそうもねえわ。自分よりバイトしとってる下請けのおっちゃんには言葉遣いどうしてるの？バカにしてるうんぬんの話じゃなくて、ちゃんとしたおっちゃんにもタメ口で指示とかすんの？敬語だよ、年上は敬うべきだと思う。おじいちゃんぐらいになってくると、ちゃんと帰ったりもするけどね。俺も職人から、ちゃんって呼ばれてるし、こんぐらいの距離感が指示するのも楽。この前のコンクリ打ちグダグダだったぞ。CON は戦争だからな、本当にすまん。硬かったら言ってな。今までの横領金額は？ないんだな、面白い話ができなくてごめん。ビル工事とかやるような現場じゃなくてよかった。あんなでかい工事とか無理、何やるかわかんねえ。俺もやったことないけど大変そうだよね。都心とかになってくると狭いし、資材ヤードとかどうしてんだろ。そういや俺のいた中学で改装したけど、手抜き工事がバレて自殺した人いたな。ぶっちゃけ言わないと職人は抜くとこ抜くよ。その友達はそれを OK しちゃったのかな。設計も管理もするけど、設計の下に着いた時は設計が本当に苦しくなるわ。へえ、設計の下って言うと言われたことを図面に起こすってこと？設計も当たり外れあるよね。現場監督といえば聞こえはいいですが、実際は上と下に板挟みになる毎日なのでしょうね。実際に見たり経験したスレ民も多いからか、現場監督という仕事の大変さを理解する声が多くありました。俺は警備やってたけど若い監督さんとか悲惨だったな。下請けのおっちゃんどもにやや言われたり、みんなにコーヒー配ったり、なぜか警備の俺と仲良くなって、よく愚痴聞いたり一緒に飲みに行ってたりしてたよ。ガードマンに怒られる監督ってあんまいないからな。やっぱ話しやすいよ。大学の先輩に現場監督って人いるだけどどう思う？大手ならすごいと思う。中小は、でも誰かがやらなきゃいけない仕事だから、バカにしちゃダメだよ。公共事業とかもやるの？やるよ、うっさいからマジでやりたくないけど。親方って呼ばれてんの？親方は職人間の言葉だね。監督には言わないよ。なんで建築工事遅れんの？それなのにこっちのケツがずれないのはなんでよ？工期予定通り行かないと食っていけないんだけど。ほんとだよな。もともとの工期が少ないのに天候で左右される上に、詰めるのってすげえ難しいから、しわ寄せがどこかに来ちゃうんだよね。ごめんな。ちゃんと役所の指導に従えよ。違法建築や境界無視多すぎんだよ。これでも良くなった方だと思うよ。ただ、100% 全量物件ってほとんどない気がするわ。どっかでなんかある。柄悪そう。悪いのかな。でも学校、保育園やるのが多いんだけど、ちびっこにすげえモテるよ。50メートル何秒、とか真顔で言われて吹いたわ。土木の人らはいつも尊敬してる。よくわからん会社で社長のために働くんじゃなくて、民のために働いてるからな。やりたいとは絶対に思わない仕事だけど。産経なんて言ってもやっぱり誰かがやらなきゃいけない仕事だからね。それをわかってくれる人が少しでもいるのはとても嬉しい。職長及び安全衛生責任者をつ。ここ数年でやたらと元請けが施工に関してうるさくなったよな。大手は本当にうるさいらしいな。まあ普通のサラリーマンとは危険度が違うから、しょうがないのもあるけど。今更だと思うわ。これ以上は勘弁。うちの親父現場監督だけど、オートけどと HO けどと JW けどは使えないとダメだと豪語していた。最低 JW だけでいいよ。必要になったら使えるようになればいい。年収、400万。金より時間が欲しいです。会社が ISO を取得してたら書類が大変だよね。
官庁物件プラス区に補助金のダブルパンチで死にそうな顔してたな。基本みんな死にそうだよ。オリンピック工事とかおそらく修羅屋で。施工監督ってやつ？そう。そんな仕事があるんだよってことだけ知ってもらえると嬉しい。ぶっちゃけけどは製図の知識があって、PC に慣れてれば、触ってるだけで覚える。通過現場監督には必須じゃない。手書き図面でも伝われば吉野世界、使えれば便利だが。細かいことなら現場に転がってる段ボールにでも寸法と簡単な絵描いて、渡せばなんとかなるよな。これから職歴3年未満の若い人や外国人たくさん入ってくるから、安全管理が大変やね。むしろ大歓迎。変に年食ったおっさんよりハングリーだし素直。何より建設業は若者が少なすぎる。どんな業界も高齢化による若手不足は深刻で、特に肉体労働となるとそれが顕著になるのでしょう。どんな現場の監督してんの？アパート？マンション？公共施設が多いかな。アパートマンションはたまにやるぐらい。土木工学科の3年だけど、現場監督になるかもしれんし、何勉強してたらいいのかな。オートけど少しわかるだけだわ。そういうのいいから遊べ。就活だけ本気出せ。お兄さん本気のアドバイスやで。遊んでていいんですか？やったー。周りはインターンシップやら資格取りに奔走しててビビるっす。関係ねえよそんなん。何になるかで資格取る取らないはあるかもしれないけど、俺は全力で遊んだことを後悔してないよ。ただ改めて言うけど就活は本気出せよな。人事だって勉強勉強インターンインターンより面白い話するやつの方が好印象だと思うよ。名前しか知らないんだけど何する仕事なの？お前らがよく言う、土方を動かす仕事。今日はこれやって来月はあれやってこの日で完了、を決めるの。で書類作って検査通してお客さんに引き渡す。ざっとこんな感じ。よく工事現場に2階建てのプレハブ小屋みたいのあるじゃん。俺はあの中にいるのよ。段取りの悪い現場監督の時は、本当にクソ。現場行っても何もできない時とか多すぎうち。それを監督に言った時に素直に謝ってきたら、あなたの寛大な心で許してあげてください。一番大変なのは職人の上に立つ第三あたりなんだよな。お前は非常にわかっている。労災隠しってどう思う？労災で工事止まって首吊る所長もいるぐらいだし、気持ちはわからんでもないが、ダメなもんはダメだと思う。工業の土木施工から民間建築に移ったけど、建築仕事雑すぎ。バレた？どっちが楽よ。建設業界土曜日休みにしましょう。オリンピック間に合わないから日曜もやろっか。家の前で工事やられて軽く地震起きてるんだけど、どこに通報されると一番困るの？挨拶なしだったから嫌がらせしてやりたい。嫌がらせならシンプルに警察。改善なら直接工事関係者に、この時間からこの時間は勘弁っていうのが一番。派遣使ったことある？ないねえ。人が足りなきゃ頼まなきゃだけどお高いんでしょ？セットファーリーできるんでしょ？男だらけの工事関係者、女だらけの会社の回収。あとはわかるな？以上でスレは終わっていました。続いては2016年の3月に建てられたスレを見ていきましょう。現場監督だが質問ある？インフルエンザにて死亡中、質問ある方どうぞ。スペッコ、29歳、エフラン工業大卒、資格は2級建築施工管理とか車両系とか他、監督用疲れた。解体？主に新築ばっかりです。解体は経験なし。やらかした過去最大の大失態は？2年目ぐらいの時、土間をプラス100で打設、総発離。玄関のコンクリを100ミリ高く打っちゃったってこと？それを全部削岩機で壊して鉄筋からやり直した？玄関くらいなら余裕だよ、もっと平米のあるフロア。ちな何平米？120平米だ、しかも、金ごて一発仕上げ。警備員にもう少し優しくしてください。我々も人間なんです。俺は優しいと思うが、食い打ち事件はどんな気分で見てたの？俺、A 型神経質のビビリなんで、自分で食いしん出して、念入りにチェック。搬入にて違いはないかチェック。打ち込みの時は、立ち合いでガン見、食い屋さんごめよう。普通科高卒25歳が派遣で施工管理補助始めるんだけどいろいろ教えてください。施工管理、現場監督って何する仕事？作業手伝ったらいけないのですか？施工管理補助なら最初は現場の片付けとか、工程ごとに写真管理したり、そんな感じからスタートだと思う。下積みは大変だな。ちなみに病院とか駅ビルとか港未来とかの都市再開発に携わるんだけど、戸建てや小規模マンションに比べたら地獄？規模が大きいと人員も多くなる。大変だが、必ず良い経験にはなる。給料どのくらい一匹？手取りで25。それないでは他領主との絡みについての話もされていました。自主電工取ったから気になるんだけど、屋内配線担当との絡みもあるの？おめでとう、配線は絡みバリバリあるぞ。特にケツに火がついた現場なんかでは、各職種から電工は追っかけられまくり。追っかけられまくりってイメージが湧かないけど、人気者と取ればいいのか、いじめられてると取ればいいのか。片枠返し、天井ボード張り、その中に配線なり配管するでしょ？電気に工期が見られてない現場は、それに追っかけながらパタパタ作業するという。電気屋さんはすごいと思う。設備屋もそやね。鉄筋組んで片枠に追いかけられ、ボイド突っ込んで鉄筋広げて鉄筋屋に怒られて。だよね、特に鉄筋、片枠大工は気性が荒い。監督さんよ、10時と3時はどれくらい休憩させてくれんだ？たまには作業者にも缶コーヒーくらいおごってやれよ。
そりゃ、休憩はそっちの親方がキレのいい時間で決めてくれ。一年目の頃はよく職人から缶コーヒーもらったなぁ、懐かしい。経験話でもするか、三年目のくっそ暑い夏、クレーンにて材料搬入の時、ちょうどお昼前。最後の鉄筋が電線にぶつかり切断。その後、俺はヒルドラが見れないと発狂したオバタリアンたちの対応に。ここで瀬主側の人間登場。あ、こんにちは。その業界に入ろうとしてるものなんだけど、やっぱり体力ないときつい？体力は慣れると思う。てかこの業界になぜ？おすすめできない。全く違う分野でマネージメントやってるけど、顧客が現場にすり寄ってきて、細かい仕様変更をスルーでやらせちゃうことがあることが多いと、どうしたもんかなと思う。普段はそれ許さないけど、切羽詰まった状況でそれが始まって状態化してくると、一度火がつかないと元の状態に収まらない。考えたら頭痛くなるな。でも必ずでいいほど、大なり小なり設計変更はある。それに応じるか、近い形で収めるかが、俺たちの仕事、辛い。交差点の近くの現場で、作業員が信号無視しまくりで道路渡ってきてうざいです。現場事務所に苦情。なんかのテレビで若い女の子の土木現場監督やってたけど、本当に大変そうだね。俺の女友達も建築の監督やってるが、マジでリスペクト、それも結構可愛い。今年就職なんだけど、設計職と施工管理で迷ってる。設計事務所行って設計やるか、ゼネコン行って施工管理か。施工管理はきついイメージ。どちらかが好きかによる、設計も設計できついと思うよ。施工管理は、好きでないならおすすめできない。メジアなんだがお前ら見下してね。見下したりとかしないよ。俺昔 L、X、L で働いててめちゃくちゃ忙しかったんだが、そんなに建設ラッシュなん？陸、ルカ、確かに忙しいちゃ忙しい。が、去年、一昨年よりはマシかも。肉体労働系の現場仕事であるからか、マイナスなイメージを持つスレ住民も少なくありません。低変色だな。捉え方次第ではそうだよね。だけどもの作りには夢があるんだよ。低変色というイメージはあるけど、将来安泰でなかなかの高級というイメージもある。同じ底辺でも介護は段階がいなくなったら失業者溢れそうだし、外食は不況になったら真っ先に家計から切り離されるから、将来的に見たら男なら建築でスキル身につけた方が食っていけそうな気がする。どの職でもスキルアップは大事でしょ。建築はやめられない。まあか、介護も建築も底辺なんだよ。そういう比較始めちゃうあたり、底辺の差がだよな。おめえが何もんか知らねえが、バカはお前に間違いない。世の中建築イコールドキュンみたいなんしかいないとか思ってる。世間知らずなんだからほっときなよ。スーゼネの入社難易度とか知らなそうだしな。悲しい現実だよね。まあイメージか。スレはこの辺りで終わっていました。底辺職などという人もいますが、スレ主たちのおかげで住居に住むことができているのです。特定の職種をバカにするような風潮はなくなっていくといいですね。続いてご紹介するスレは2011年の2月に建てられたものです。現場監督だけど質問ある？ないわな、そらないで。自分よりも年上の作業員を顎で使っている時の罪悪感を、バスケで例えてくれ。顎で使っているという意識はない、ある人もいるけど、バスケやったことないんでわかりません。どうして現場に血が流れるのか教えて。意見の食い違いや自分の作業効率や儲けのことを考えれば考えるほど、他人との摩擦が大きくなるのは当たり前なわけで。喧嘩になる一歩手前はよくあること。切断機を使用していて人差し指を飛ばした職人ならいた。防ぐことができるなら防ぎたいけど、ヒューマンエラーはどうしようもない。普通でね。中堅といったところですね。はい。いつも管理ご苦労様です。管理仕事の人は大変だと思う。温かいお言葉ありがとうございます。建物を建設する上で管理するというのは本当に大変なんです。キャバクラで職業聞かれたら監督って答えて、何の？って聞かれたら話変えるの？私自身キャバクラなるところへは一度しか行ったことがないのですが、聞かれればちゃんと、現場監督と答えますよ。どの職種でもそうだとは思いますが、私はこの仕事に誇りを持っていますから。月に残業何時間？一応社内規約では8時から17時まで、残業代固定で約40時間分は出ているんですが、忙しい時期ならば毎日夜中の24時までだったりですね。なので一月約210時間ほどではないでしょうか。ただ建物が完成するとだいぶ落ち着きますので、定時に上がれたりします。アスペルガーも働いている？見たことある？職人さんの中にはいるかもしれません。基本健康であればある程度のコミュニケーション障害であっても気にしません。しかしそれが職長となれば話は別ですが。キャバは何使ってんの？会社によってはまちまちらしいですね。私の会社では基本オードキャドか、JWW かっこ汎用フリーソフトを使っています。やっぱ清水かおなりだな。し、建設は軍隊だってよく聞きます。なのであまり行きたいとは思いません。建築？電気？設備？建築です。設備地面中す。工程通りやれよ、約束守れボケ。なんでなんでしょうかね、あの建築工事における電気設備業者いじめが当たり前の風潮といいますか。昔は電気設備業者が片枠大工や鉄筋工にビール券を持っていかないと、CD 缶を切られたり、配管の中に小便を入れられたり、それ聞いた時はさすがにこいつクズだなって思いました。腕がまだ一本見つかってないんだろ？
そんなホラーな話知らないんですが、大阪堺にあるシャープ工場で2から3年前にデッキスラブの材料が落下して、何名か死んだっていうのは知ってます。幸いにも私が担当した現場では死人は出ていません。こちらはおそらく、日暮らしの泣く頃にのネタだと思いますが、現場仕事では往々にして事故が起きやすいもの。そんな事故に関する質問も寄せられていました。今まで現場で何人死んだ？私の現場では幸いにもかっこ役。しかし指を飛ばした人、足の靭帯を切断しちゃった人ならいます。足の靭帯を切った時近くの人に聞いたんですが、三尺かっこ90センチの2段目かっこ60センチの高さから降りた時に靭帯を切ったそうです。どないせい中年、という気分でした。労災はちゃんと報告しているの？もちろんです。労災隠しは法律違反ですからね。しかし私の労働時間は、軽く労働基準法で定められている時間をオーバーしていますがね。任意の労災保険に入ってれば、公的機関に労災報告しなくていいの？よくわかんないけど。任意で入るということは自営業、もしくは一人親方で作業されているということでしょうか。労働基準監督員ではないので詳しくはわかりかねますが、任意で入られた労災保険機関に報告するだけで結構かと思います。現場辞めた身なんだけど今仕事あんの？衣食住は絶対になくならない職業です。しかし20年前と比べると、現場数が減ってきているのは事実です。ちなみに今現在エコポイントのおかげで内装業者が忙しいらしいです。他は基本暇らしいです。大手？給料は？年収400万ですね。正直割に合わないっす。でも自分で選んだ道なので後悔はしていません。今まだやった一番大きい現場は何億くらい？まだ経験も浅いということもあり、請負25億の現場が一番大きかった現場ですね。管理はほんとバカにならんと無理、根性ないやつは3年続かない。正直この仕事をやっていれば、どの仕事でもできそうな気がします。企業に入れるかどうかは別として。土木施工持ってる？私は建築の方なので建築施工管理1級と1級建築士は持っていますが、土木は持っていません。この業界で生きていくのなら、土木の資格も取っておくべきだとは思います。お前優秀なんだな。だが本当に優秀な奴は大抵見切りをつけて、違う業界に行くよな。痛いとこつきますね。ほんとその通りだと思います。しかし建物が完成した時、なぜか我が子が旅立つような感覚に似ているんですよね。嬉しくもあり、寂しくもある。一言で言えば達成感のために、奴隷のごとく働いているようなもんです。いやまあ子供なんていないんですけどね。ここ数年って全国的に学校の耐震改修工事多いの？俺のところが地震にやられたから忙しいだけなの？私どもの会社でも近年耐震改修工事は増えています。データを見たとき確か阪神大震災以降増えていました。今の建築基準法における耐震強度は、現時点での最大マグニチュードを元に計算されているため大きな地震があるたびに、強度計算をし直しているせいだと思います。かっこ私の勝手な想像です。拘束時間とか真のブラックに比べれば、まだマシだけどいろんな会社の人間が集まって、仕事するってのが俺にはきつすぎて無理だった。あまりブラック企業自慢はしたくないのですが、建築現場における辛さっていうのがあると思うんですよ。毎日何十社、何百人と相手して正直きついっす。現場の仕事はいい面は現場終われば人間関係がリセットされるのと、完成時の達成感くらいだな。そうなんですよね、達成感のみなんですよね。あとは以後何十年とここに仕事の結晶が残るというところでしょうか。一種の自己満足ですね。一つだけ言っておく。学生諸君、就職なんて大変かもしれない。かくいう私もいろいろ苦労しこの会社に入ったわけだが、現場監督だけはやめとけ。スレはこの辺りで終わっていました。どのスレ主も現場監督という仕事は一貫してやめておけということからも、大変さがひしひしと伝わってくるようです。それでは最後に2018年の2月に建てられたスレを見ていきましょう。現場監督だけど質問ある？インフルエンザにてダウン中。特定されない範囲なら答えます。年収は？450万ってところです。ゼネコン、サブコン。地方零細です。マンション、住宅？現在はマンションの代理人してます。何系の現場？建築です。やっぱり人手不足？僕ら管理者もですが、業界全体が人手不足です。それは土日休みと言いながら工期がヤバくなりだしたら、休みもないし朝は早いし帰るの遅かったらなり手が少なくなるよ。ですね。建設業の課題としていろいろと議論されてるようですが、そろそろ本気で考えないとこの先の未来が不安です。政府のやつとか中卒の女とか働いてる？病院の外来で普段何してるか聞いたら、現場に呼ばれたら働いてるって言うんだけど、違法行為はほどほどにしろよ。日雇いの土工さんには多いかもしれませんね。資格何持ってる？労働時間と休みは？休みは基本日曜日のみ、労働時間も現場や工程、工種によって様々ですが大体8時から20時くらいが僕の場合は平均かと。ただし現場が特管だったり繁忙期になると話は別です。資格は1級建築施工管理技師、2級建築士、建築積算士のみです。ミスが見つかっても帳尻合わせてごまかしちゃう？
ぶっちゃけた話、構造的欠陥やあと重大になるであろうミスは必ず是正させますが、細かいミスは歪みの軌道を後に修正できるミスは後にすり合わせます。完璧主義では竣工まで身も心も持ちません。なんであの人たち働きながら怒ってるの？作業員のことですか？勝手に怒ってる人はほっとくのが一番です。どんなもの作ってるの？住宅から大型商業施設まで、その時の受注のタイミングで物件任せてもらってます。職人たちが団結したら勝ち目ないよね。親方に嫌われたらおしまいなんでしょ？現場監督って孤独でパシリとかやらされて、多少の手抜きにも見ぬふりをしてるイメージなんだけど。その通り監督は孤独です。職人や親方に嫌われるどうのよりも、まず対等に話をするまでに時間がかかると思います。いろんな意味を含めて、あちらも利益出して仕事をしたい、こちらも、しっかりと受けてもらった仕事をしてもらいたい、で戻りなく円滑に作業をさせてあげたい。こればかりは経験を積んで技術をつけるしかないかと。スーパー早出とか6時くらいからやるからね。若い監督さんは辛そうだわ。そうですね。僕も若い子のことはあまり言えませんが。夜はホワイト？現場によりますね。忙しいと残業続きです。様々な年齢層の人と関わる仕事ということで、特に年上相手の対応が大変なのでは？という声も。下請けで入ってる年いったおっさん社長とか扱いづらそう。そうですね。人によります。しかし関わり合いは避けては通れない道なので。どこの業界もおっさんと対等に突きつけるのは、同じだけの経験積んだおっさんだよな。そうですね。でも立場上しっかりと出るところは出る、やってもらうことはしてもらう。でなきゃ施工管理は必要ないと思います。口先だけで言うのは簡単ですが、なんかちょっと前現場監督が作業員に殴られて警察呼んだってすれ見たけど、もし作業員に殴られたらどう対応するのが正解？やり返す。ではなくて素直に所長またはそこの社長に連絡、暴力はダメです。やっぱ作業員ってわけありな人多い。中にはいるかもしれないですね。害がなければ OK。この後もスレは現場作業あるあるで盛り上がっていました。どの職種も人間関係が大変だとは思いますが、現場監督は特に大変そうなイメージがありますね。皆さんは現場監督という仕事をどう思いますか？